まあ、運命の輪が出てて世界のカードがあってってな,なるんだけど恋人関係ではなく友達としてのとっても良好な関係皆さんこんにちはサラです、えー、今日もリクエストいただいた、えー、土屋太鳳ちゃんと片寄せ涼太君との相性や関係性をぜひ占ってくださいっていう そういういいいいこととで見ていきたいと思います、えー、土屋太鳳さんは割とね、あのー、いろんな方との相性関係性今までもね占ってきてるんですけど片寄涼太さんとは、まあ、もちろん初めてでどうしてこの人なのかなって思ったんですけど一度共演されてるんですね映画でね。 えー、2017年「兄に愛されすぎて困ってます」っていう映画ですねでまだなんかん最近ですかツーショットがあったのかなっていうようなことがちょっと、あのー、ネットに載ってましたね、えー、片寄涼太さんは乙女座で誕生数が6えー、乙女座の人っていうのは 奉仕の精神に溢れてて人の役に立ちたいと願う人知性の面でも優れた分析力を発揮する人整理整頓能力が高いで誕生数6っていうのも割とねあの乙女座的なとこがあるんですよね奉仕とか責任愛情深い教育者っていうキーワードがあってね 家族や仲間の幸せを願い、芸術的空間に生きる愛と美の女神、人から必要とされることに喜びを感じ、人の役に立つことで幸せを感じられる人っていうね、優しいっていうかあのとても人を大事にする人なのかなって思いますね。義理堅い人柄で責任感も強い。家庭を持ったらとても家庭を大事にするとかね、あの自分の周りの人たち。 の世話をととててもよくするっいいう、ね、そういうねそ人かなと思いますね、えー、土屋太鳳さんは水が座で誕生数が11水が座の人は人の意見に左右されない独自の人生観を持つ人人とは違う生き方や考え方に価値を感じるでどんなタイプの人にでもフレンドリーに接する博愛精神の持ち主で誕生数11っていうのは メッセンジャー、インスピレーション、直感力、カリスマ性というキーワードがあります、えー、鋭い直感でメッセージを受け取り周囲に分かち合う精神世界の伝道者まあ、ちょっとスピリチュアルな部分もあるのかなっていうのが誕生数11の人かなと思いますね、えー、片寄せ良太さんは私はちょっと読み方もわからなかったんですよ片寄せ太さんからだと思ったんですけど片寄せ良太さん えーとジェネレーションズ・フロム・エグザイル・トライブのメンバー、まあ、身長1 8 0ンチ大きいかっこいいねで年齢が28歳まあ大阪出身なんだへえ一人っ子、えー、お父さんとおじいちゃんは音楽教師で子供の時からおじいちゃんとかお父さんの影響でピアノを習っていた5歳から中3まではサッカー中学時代は、えー、市の選抜チームに選ばれたすごい えー、2010年にボーカルバトルオーディション2に参加しファイナリストとなるも落選、えー、その後 EXPG スタジオ EXPG 大阪港に特待生として通う2011年7月にジェネレーションズの候補メンバーとして指導2012年4月には正式メンバーとして指導 エグザイルもうもう人数多すぎて何が何か全然わからないんですけどねジェネレーションズのメンバーあメンバーああ一応7人、えー、白浜アランさん片寄涼太さんメンディー関口メンディーさんとか7人のグループですねなるほど まああのなんかねこの人乙女座で誕生数6っていうのもありますけどなんかこうエグザイルの人ってすごく仲間をね大切にするイメージを私は勝手に持ってるんですねだからそういう人たちが集まってるのかなエグザイルって,って思いますねなんかあのヒロさんの考え方がそうなんですかねきっとね人のためになることとか人の役に立つこととかそういうことを まあやっぱり全面に出して活動してるのがエグザイルなのかなって私自身はちょっと勝手にね思ってますまあ昔ね一回ね EXILE のライブに行った人に聞いたらもう本当に感動するって言ってたんですよね、うん、こうファンに対する思いとかそういうのがねだからまあエグザイルの人はまあ全体的に皆さん優しい方 仲間思いの方の集まりなのかなって思ってますで土屋太鳳さんは、まあ、何回かねあの土屋太鳳さんはお話ししてるんですけど、えー、2005年角川映画ソニーミュージックヤフージャパンが合同で実施したスーパーヒロインオーディション「ミス・フェニックス」にて審査員特別賞を受賞その時は最年少で受賞、えー、今年齢は27歳。 ねえ今田太郎さん知らない人いないぐらい、ね、いろんなドラマでもね主演されたりであとダンスとかねあとは、えー、日本女子体育大学体育学部運動科学科舞踊学専攻に入りダンスをねすごく得意とされてるっていうイメージがねありますね。大学は、ね、8年がかりで卒業した っていうこととあと、まあ、朝ドラの「花子と杏」に出演中に「マレのオーディションに参加しヒロインに選ばれるとか、まあ、朝ドラにもすごく縁があるんでしょうねねこの方、ね、でバラエティでは「グルナイ・ゴチ」にも出てらっしゃったし、えー、日本レコード大賞では安住さんと一緒に総合司会を2年連続で務めたとかね、うんまあ、いろんな意味で才能豊かな方なのかなって 思いますねでまあ、片寄涼太さんとはさっきも言ったように映画ですねえ「兄に愛されすぎて困ってます」っていう映画での共演。まあ、でもこれね2017年だったんで結構ね年月経ってますけどまああの相性としてはねあのとてもいいと思うんですよこの2人は。で コミュニケーションも深まるし共感も芽生えやすいし、まあ、どっちもあの知的なね2人なんでお互いが成長し合える関係だと思いますね、まあ、ただねあの恋人とかねそういう関係には発展しないんじゃないかな、まあ、友達としてはとてもいい友達関係を築いていけるとは思うんですけど。 まあ、あの相性と関係性を見てほしいということなんで生、うんまあ、年月日とかねそういうのから見ると友達いい,いい友達として長く継続していくのかなって思いますけど、まあ、タロットでね相性と関係性見ていきたいと思います。 見ていきます。うん、はい、こういう展開です。はい、えー、片寄せ良太さんと土屋太郎さんのまあ愛称と関係性を展開してみました。ものすごくね、あのー、いい関係だと思いますね。うん。 とてもいい出会い運命的な出会いをしてで最終的にこの,世界の「世界のカード」っていうのは本当にねあの良好な関係が長く続くっていうそういう意味なんですよね。で、まあ、2人の関係がおそらくこれ映画の共演でまあ周りから付き合えばいいのにって思われるようなねとてもお似合いだったんじゃないかなとは思いますね。 でも、まあ、この月のカードの逆っていうのは、まあ、あらぬ疑いっていうんですかね。まあ、そんな疑いかけられるけれども、それはない,ないですよっていうね。もうここに太陽のカードが出てるので、もうとっても、とっても本当にいい友達、いい関係性ですよっていうね、そういう感じがしますね。だから、まあ 運命の輪が出てて世界のカードがあってってな,なるんだけど恋人関係ではなく友達としてのとっても良好な関係っていうのがこのカードの展開から感じられますね。でまあ女帝のカードっていうのは知性とかねとても魅力的っていうのが、まあ、さらに覚醒されていく覚醒していくという意味になるので、まあ、この人たちが出会ったことでお互いが。 もっとこう自分たちの今後の、ねあのー、目標を達成していく上で成長し合える関係っていうんですかね、うん、そういう本当に良い,い良好な関係の二人だと思いますね、うん、だきっとね年もまあ近いし、まあ、男女なんだけど、あのー、本当恋愛とかじゃない仲間、友達 成長し合える関係っていうようなね、まあそういうのがこの今日のカードから感じられます。はい。ということで、えー、今日は片寄せ両立さんと土屋太郎さんの相性と関係性をタロットで占ってみました。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、またリクエストがあればお寄せください。